ボンジュー、上條です。今日はマテルローオペラのボーカル園くんをゲストで迎えております。そうです、よろしくお願いします。お願いいたします。早速だけど、はい、今度僕のライブ、上條オンラインワールドツアークイーン・オブ・ベルサイユ・ラ・ヘイノに、まあ、コーラスとして参加してくださって、うん、本当にね、もう準備の段階から美声を聞かせてもらってもう僕じゃ絶対出ないような高音がね、まあ、本来ね、男性のコーラスじゃないコーラスまで、あ、そうですね、ありましたね。ラレーヌには女性コーラスがいくつか入ってたりするから、はい、そういったところまで今回やってもらっちゃって、はい、まさにソノにしかできない。 ありがとうございます、うん、いや本当にありがとう。ねえ、コメントの方でも一個ネタをバラしてもらって、はい、コメント、あ、1曲、ね、そうですね、あのメタモルフォーゼを歌うという、そう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 、そうですね、そこは、うん、ま、あそこはね、もうまさにね、メタモルフォーゼに関してはもう実はどの曲歌ってもらおうかなとか言いながらも、あの曲は決まってたんだよね、僕の中で。あ、そうなんですね。なぜ僕だったんですか？あの曲ってミュージシャンとかそういった夢を追いかける男性が、なんていうのかな、うん、諦めなければいけない愛であったり恋であったり、はい、そういった夢を追うがゆえに失ってしまうもの、でも夢を叶える瞬間は一緒に喜んでほしいっていう。ああ、なるほど。結構、そうそう、まあ、言ってしまえばわがままというか、自分視点の話なんですね。そう、だからそれをやっぱり夢を追いかけてる人間、はい、僕以外の別のボーカリストに一緒に歌ってもらったらどうなるんだろうっていう、あ、そう、そこがね、もうまさに今回フィットして、ああ、よかったです。うん、すごくね、聞いてて泣きそうになりました。うん、ああ、よかったです。で、今回は、まあ、収録での参加になるんだけれども、はい、やっぱりバンドがいない中で一人で歌ってみてどうでした？そうですね、初めての経験だったので、うん、空気感が読めない。今、うん、これはライブ中どういう状況なのか、例えばその、そっかそっか、うん、ドッカン来てる時なのか、その、うん、静かに見せている時なのか、うん、ライブのこの流れの中ではどこに位置する曲なのか、全てが今わかんない状態だったんで、うん、まあ、そういった面では難しかったんですけど、やっぱりその、うん、ラレーヌの曲を歌うというのが、うん、とにかく楽しかったので。ああ、よかった、はい。僕もね、何曲か収録になるし、はい、何曲か生だったりするんだけど、でもそれがソノと合わさった時に本当楽しみだなと思って。いや、そうですね、うん、もうあくまでね、このスタジオでできる、このスタジオだからこそのライブにしたいなと思ってて、だからどちらかというとミュージックビデオを作っている感覚に近いのかな。あ、確かに、うん、そうですね。そう、それをファンのみんなと一緒に作っていきたいなって思うし、うん、僕のライブってやっぱり世界の構築は、ね、ミュージックビデオを作るのと変わらないから、そう、また今だからこそできるライブの形というか、うんうん、そして作品の形でもあるかなとも思ってて、うん、こういうその何をやっていけるのか分からない状況下でまた新しい見せ方を、うん、思いつくっていうのが、うわ、上條さんだなと思いました。やっぱりね、時間がずれてるだけで、はい、うん、日本では3月27日になってしまっていても、
ヨーロッパとアメリカでは3月26日というラレーヌにとって僕にとってとても大切な記念日に、うん、その3カ所を回れるっていうことに気づいちゃったからにはこれは太陽の動き、地球の自転の動きに合わせて僕も頑張らなければいけないと思って、だって移動手段は地球だよそう確かに、そう、それが僕のワールドツアーだから。いやー、いいっすね。本当リハーサルもオンラインだったりとかしてて、うん、だからね、なかなかライブっていう実感が湧かないの。ああ、それはでも分かりますね。そう、ただまあここまで来たらね、もうとことんこのスタジオから出ないで完成させるってところにこだわりたいなと思ってるから、うん、うん、ぜひね、マテルロオペラも、はい、このスタジオを使って何か、はい、いつでも何かアイデア思いついたらぜひ使ってください。ああ、いいんですか、ありがとうございます、うん、そうそう、今度はYouTube とかでさ、はい、歌ったりしてるじゃない。あ、そうですね、最近カバーを歌っていますね。ぜひここで歌ってほしいなと思ってありがとうございます、うん、そう、いや、ここで歌ったらめちゃくちゃ雰囲気良さそうですね。ねえ、もうぜひベルサイユの曲とか歌ってもらいたいな。あ、そうですね。ねえ、はい、もういずれ、歌わせていただこうかなと思っていたので。あ、ちょうど前言ってたね。はい、うん、ぜひぜひここで、そうですね、歌っていただきたい。はい、うん、いや、これは楽しみですね衣装がどうしようかな。いいんじゃない、いつもので。いつもので、うん、僕いつもあれなんです、 YouTube の時は完全私服なんで T シャツとかなんですけど、さすがに、うん、ここで撮る時はちょっと衣装を持ってきます。あ、本当に何かしら、はいそっかそっか。もうこのスタジオは出演者に合わせてどんどん姿を変えるから。おー、そうなんですか。うん、逆にそれに合わせて変えられるかもしれないし、うん、うん、話は戻るけど、はい、やっぱりその3月の26日のその公演で、まあ、今回いろんなミュージシャンに出てもらってて、はい、まあ、それでまあ画面越しではあるけれども、例えばベルサイユのテルであったりとか、はい、マサシであったりとか、あとは他に一緒に出演したことある方いる？出演、レノ君は昔そのバンドの時代に、うん、うん、台湾とかはありましたね。ああ、そっかそっかそっか、はい、いやーね、本当に豪華なメンバーで。確かにね。え、そして豪華なゲストで。ありがとうございますもう本当ね、本当に涙多分2滴ぐらいは出たもん、僕初めて歌ってるの聞いた時、うん、いやー、嬉しいです。いやー、よかったっす、歌って、うん、ねえ、まあ、先日、はい、そのチャンネルの方にも、はい、うん、僕出させていただきましたけど。 いや、とんでもないです、ね、またこうして、はい、お互い、YouTube の方でも絡んでいけたらいいなと思ってます。あ、ぜひお願いします、うん、それじゃあ、最後告知とか何かあったら。あ、はい、うん、2月にシングル「花消える愛の讃歌」を出したばっかりなんですけども、うん、この流れを組んだ、2枚目のシングル、今年2枚目のシングルが8月にリリースすることになりました、うん、お、気が早いね早いです。素晴らしい。そっかそっか、8月じゃあもうだいぶ先だけど、みんな楽しみがね、早く知れて、はい、嬉しいですね。楽しみに待っていてほしいですね。はい、はい、それじゃあ皆さん、今回はね、ゲストにマテルロオペラの園くんを、迎えてお送りしたのですが、引き続き、3月26日、上条オンラインワールドツアー、クイーン・オブ・ベルサイユ・ラヘーヌゲスト出演してくださいますので、どうぞ楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。